黒門福岡県立朝倉高等学校は福岡県朝倉市天木にある男女共学の県立高等学校である。普通科高等学校で全日制課程と夜間の定時制課程がある。朝高と略されることが多い。生徒のほとんどが大学に進学しており、約3分の1は国公立大学へ進学している。二千八年創立百周年を記念して、 秋月の黒門をモチーフにした校門が作られた。創立100周年記念日自立、敬愛、聡明普通科。生徒は1学年定員240人の6クラス、編成。1年は全員同じカリキュラムであるが、芸術では、音楽、書道、美術のいずれか一つを選択し、体育では、男子は柔道か剣道のどちらか一つを選択する。 合格者説明会の時に選択し、芸術の選択により、クラスが決まる。2年は、文系、理系いずれかを選択。3年になると2年時の文系選択者は、文愛過文2を、理系選択者はそのまま、理系コースに進む過文愛、文通に転向するかを選択する。ただし文系選択者の、国立理系への進路変更はできない。普通か、夜間。 4年児で習得する単位を3年児までに習得することで3年での卒業が可能。生徒の約75%は部活動に所属している。単育系と文化系がある。全日制課程は福岡県第七学区に含まれている。一部第七学区外にも通学区域があり、以下の 各地域から通学可能。定時制は福岡県内全域から通学可能。最寄りの鉄道駅最寄りのバス停最寄りの道路。ありがとうございます。